さん、おはようございます。今日は特別賛美ゲスト来られてますけども、主に期待をして共にまず賛美を持ってこの礼拝を始めてまいりましょう。最初我らの主に向かって元気な賛美、手拍子を持って連れていきましょう。我らの主に向かって
祈ります。愛する天の父なる神様、皆をあがめ褒めたたえます。主の愛と栄光に満ちた聖地の朝、霊と誠をもてあささげるこの礼拝が御心にかなうものとなりますようにお導きください。御子なるイエス様、私たちの罪ゆえカルバリ山の十字架で流された尊き血潮により救いの道を開き、あなたを救い主と信じるだけで永遠の命を約束してくださいました。その大いなる愛と恵みを感謝し賛美します。真理の御霊なる聖霊様、いつも私たちと共におられ、あらゆる災いから守ってくださり感謝します。この街道に豊かに臨在し、主を待ち望む私たちが進むべき正しい道にお導きください。本日祈りに備えられた御言葉を取り継いでくださる柴田牧師の上に聖なる油を注ぎ、通り置き蓋として大胆に用いてください。柴田牧師とご家族、梅津伝道師とご家族、竹井真美子先生を守り、主の御用のために尊く用いてください。癒し主、助け主なる聖霊様、今病や試練の中におられる神の家族を憐れんでくださり、癒しと慰めと希望を与え、主に栄光を期することができますようにお守りください。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところをどこにでも、あなたと共にあるからである。日々、御言葉に親しみ、祈りと賛美を通して私たちの信仰を成長させてくださり、一人一人がイエス様のように隣人を愛し、世の光、地の塩として用いられますよう助けてください。ハレルヤ、主に栄光がありますように。これらの感謝と願いを御手にお委ねし、救い主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。どうぞご起立してください。主の祈りを共に唱えましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなれ。アーメン。どうぞご着席ください。本日の聖書箇所を朗読します。新約聖書165ページ、ヨハネによる福音書第14章16節から18節。ヨハネによる福音書第14章16節から18節までです。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。アーメン。続きまして、ミントフレーバーズのメンバーによる特別賛美の後、柴田牧師による心の孤児 Never leave you alone と題して本日のメッセージを取り引いていただきます。皆様おはようございます。宮川由紀子と申します。いつもお世話になっております。私たち女性アンサンブルミントフレーバーズは昨年5月から日曜の礼拝ごと木曜夜の月2回、横浜カルバリーチャペルの街道を無償でお貸しいただいて練習を続け、活動を続けることができております。私を含めたメンバーがいつもここをホームだと思ってくださいと柴田牧師先生ご夫妻、梅津先生をはじめ教会の皆様に温かくお迎えいただき、
またお祈りに覚えていただいておりますことを深く感謝申し上げます。ありがとうございます。ミットのメンバーは全員大学で音楽を専攻し、宗教局も勉強してまいりました。ささやかなご恩返しとして、毎月第2日曜にメンバーが交代で独唱、重唱、独奏の形で礼拝特別賛美のご奉仕をさせていただくことを柴田先生にご相談申し上げましたところ、心よくお受けいただきまして、今日がその第1回目となります。ソプラノの島崎由衣さんは横浜双葉中学高校からフェリス女学院大学に進み、大学院まで横浜元町で過ごしました。ピアノの井口真理さんはフェリス女学院大学卒業後、富山にある東邦学園大学院大学で学び、フェリスの副手として横浜に戻り5年間勤務いたしました。今日賛美いたします曲は四季で有名なヴィヴァルディ作曲のグローリアからソプラノのアリア、ドミネデウス、神なる主よです。Thank you.
なんか一曲だけではもったいないような気もいたしますでしょう。まあ、皆さん普段は、大きな大ホールステージで、まあ、多分多くの方々と共に歌われるわけでありますけど、こんな近くで、生でソロで、プロのですね、その声楽またピアニストの素晴らしい賛美を聴けるってなんとすごいことかなと思うんですね。まさしくグローリア・ドミネ・デウス、世界を治められる主なる神に栄光がって、そういう歌賛美でありますから、まさしくこの教会で賛美するのは一番ふさわしいのかなと思うんですね。まあ、それにしましてもですね、忘れました、子どもたちは5階の方ですっかり忘れちゃいましたね。はい、 5階の方でもう興奮しておりますので、素晴らしいものを子どもたちも聞けましたね。YouTube でもまた聞けますから、聞いていただければと思いますが、キッズチャーチ始まりますね。そんなわけでですね、まあ皆さんこれものすごい驚きですね。今ちょっとパワーポイントに出していただきますけど、今日だけではなくてですね、2024年の後半、これからですね、12月に至るまで、変わる変わる、このミントフレーバーズのもうプロの皆さんがですね、まあ、この教会への感謝の気持ちを込めてということで、礼拝で賛美してくださる、もうなんと素晴らしいことですね。スケジュールがもう毎月第2週になってますね。まあ、覚えやすいと思います。そして最後12月クリスマスにはですね、全員がミントフレーバーズここに立ちますので、皆さんね、もうなんて教会かなと思ってつくづく思ってるんですが、これ案内が後ろの方にありますので、もうぜひですね第2週多くの方誘ってください。そしてこの素晴らしいプロの次々変わるがある、立たれるですね皆さんの賛美を お聞きいただければなと、そのように思います。神の栄光を歌うこのミントフレーバーズが、西先生のご指導のもとにあって、もう世界で用いられて、日本だけではない、いずれ世界中でこの神の栄光を歌う、そんなシーンを思いながらですね、皆さんもうどうぞ応援してください。お祈りください。ファンになってください。ホームページ、X もありますし、Twitter だったかな、それからホームページ、ホームページ、Facebook、見事に出てますので、ぜひですねスケジュールを見ながら、お祈りいただければなと、そのように思いますね。ここでいつも練習してくださっているって、その感謝がありましたけども、来てくださっていることを私たちは本当に感謝しています。ここでですね使ってくださって、ここをホームとしてですね、してくださっているのは本当に嬉しく思います。そんなわけです、今日はですねまさしくウェルカムホームということで、もう一度大きな感謝の拍手を送りたいと思います。アーメン。それではですね、ミントフレーバーズの皆さん来られるときにはですね、多分、使徒行伝のシリーズをではなくてですね、その時その時にあった御言葉をと祈っておりますので、今日はですね、ヨハネによる福音書14章から、メッセージを取り継がさせていただきます。皆様のお手元にあります、プログラムですね、週報、そのコラム欄を毎週書いておりますが、コラム欄にもですね、まあ、音楽関係ですね、パガニーニの、バイオリンについて書いております。そこにもですね、少しミントフレーバーズのことを書いておりますので、後ほど、読んでいただければなと、そのように思いますが、先ほど賛美してくださったこのグローリア、ドミネデウス、この有名な曲、これはアントニオご紹介ありましたね、ヴィヴァルディの作曲の素晴らしい曲です。ヴィヴァルディはもう作曲家だけではなくて、バイオリニストとしても、まあ、優秀っていうか知名度あってですね、まあ、このヴィヴァルディの曲、多分ですね日本人で知らない人はいないんじゃないかというぐらい有名なんですね。あのバイオリン協奏曲の
四季という第一章春ですね。タッ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 タララタララッタッタッタララってね、聞いたことありますでしょう。この間伝道師とプロの声楽が来るから牧師歌わないようにしようねって言ってたんですけども、歌っちゃいましたね。このですね、ビバルディは実はですね、神に仕える司祭なんですね。聖職者であります。で、赤毛の司祭と呼ばれてですね、多くの人に愛された人物であります。さらにですね、水の都ですね、行かれた方はありますでしょうかね、ヴェネチアの、そこの孤児院の音楽教師だったんです。音楽を教えていたんですね。彼は多くの楽曲をこの院のいる人々のために書かれたと、そんなふうにも言われています。そのゆえか、だからなのか、ヴィヴァルディの曲っていうのは繊細で、軽快で、そして何かこう、少しこう、楽しいというか、親しみ深く、でもそこに何かしらこう、近いような、親しみ深いような温かいものを感じるっていうのも、そんな彼の人格、また彼の思いが曲に現れているんではないかなと、そう思うわけであります。まあ、なわけでありまして、今日はですね、聖書にあります孤児、また人生の孤児院について、孤児孤児院、なかなかあまり今はそれほど昔ほど聞かないかもしれませんが、実際に親がない、わからない、捨てられたという孤児だけではなくてですね、私たちこの生きる現代社会の内なる霊的な心の孤児、私たちの生きるこの社会はとても複雑です。その現代社会では、今まで多分人類が経験してこなかったような、見てこなかったような、人と人との疎外といいますか、孤立といいますか、孤独といいますか、多くの心の孤児であふれている社会ではないかと、そう思うのですね。以前マザー・テレサも日本に来られた時に、私は世界中に食べ物の木があることを知っています、日本にはないかもしれないですけど、日本には魂の飢餓がありますって、そう言われたんですね。その通りではないでありましょうか。今日の聖書、手法の内側にも印刷されておりますが、一度ご一緒したいと思いますね。14章の18節です。パワーポイントにも出ておりますのでご一緒しましょう。はい。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくると。これはキリストが十字架にかかられる直前、別れの時ですよね。もう弟子たちに言われた、言葉、約束であります。十字架でこの後主が命を失い、そしてその後天に昇っても、私はあなた方を一人にはしない、孤児にはしないと約束された言葉です。でも一般的に考えてみますと、どうして、亡くなって、天へ行っちゃうのに、どうして私たちを置いていかない、一人にしない、孤独にしないのと、こう思うわけでありますね。先ほど読んでいただきました16節には、父なる神が助け主、すなわち聖霊御霊、 The Holy Spirit を送るって、キリストが天に行くと同時に御霊をこの地に送るっていう約束が書かれている箇所です。そこに助け主と書いてありますね。私たちを助けてくださるお方。そして17節には、真理の御霊って、ちょっと難しい言葉かなと思いますが、真理の御霊を、聖霊を送るって約束しているんですね。今読みましたちょうど10節前の16節、6節ですね、14章の6節には、
大変有名な言葉があります。キリストが言った私が道であり真理であり命である。私が道であり真理であり命であるって、なんか私がその道を解くとか与えるではなくて、私自身がそれなんだってキリストは言われた言葉です。 I am the way, the truth and the life という、まあ、有名な箇所でありますが、ここでイエス・キリストは私は真理であるって言ってるんです。私が真理だって言ってるんです。ですから真理って何かではないんですよ。誰かなんですよ。このお方のことなんですよ。ですからキリストが真理の御霊を送るっていうことは、その真理っていうのはキリスト自身ですから、キリストの御霊を、キリストの命を、キリストご自身をあなた方に送るという、そういう約束なのであります。16節と17節の中に、あなた、私はあなたと共にある、私はこれからもあなたと共に住むって With you と3度も使われているんですね。14章全体ではこのあなたと共に私はいるっていうこの約束の言葉は10回出てくるんです。17節を見てみますと驚くことが書かれてあるんです。あなた方のうちにという言葉がありますが、これはよく考えてみると驚くべきことなんです。私たちにとっても当時の人にとっても、神が、清い神が罪人である私たちと共に私たちの内側にあるって、これ in me なんですよ。 in you、 私たちのうちにっていう、そんなことがと思いますでしょ。これまで、ここまで聖書はですね、キリストの十字架まで聖書は神様は私たちと共にいるって with you だったんですよ、常に。まあ、upon you と、あの、神の御臨在が上に来るみたいな表現はありましたけど、with you なんですよ、ここまでは。でも、ここから、キリストの十字架から、復活から、in you になるんですよ。あの、with も素晴らしいんですけど、with って、自分の外側だと思いません？誰かさんと、With you って一緒にいるって言ったら、その人は私のうちにはいないじゃないですか。でも、in you って言ったら、in me って言ったら、私の内側なわけですよ。外側ではないわけですよ。次元が全く変わったって違うってことはお分かりになりますでしょう。最近ですね、もう皆さんもお聞きになって、あるいはもう、今日も持っておられる方もあると思いますが、ウェアラブルデバイスって聞いたことありますでしょ？この身につけるデバイス。まあ、腕時計なんかもそういう意味では、ウェアラブルと言えるかもしれませんけども。でも、このウェアラブルって、この服なんかもそうですよね。着ているもの。これはだって、私は今一緒にウィズなんですけど、これは外せるじゃないですか。外そうと思えば。なくそうと思えば、なくすことだってあり得るわけでありますよね。一方、まあ、皆さんの中にもありますでしょうかね。ペースメーカー。ね、心臓の。あるいは、もう直接心臓移植をされた方とかありますよね。それは、次元が違いますでしょ？ウェアラブルではありませんでしょ？取ったり出したりしませんでしょ？私の一部として、私の内側に生み込まれるわけですよね。インプラントというのか、トランスプラントというのか、そんな言葉も時々聞きますが、これは外せないですよ。外したら死んじゃいますよ。だって私と一つになるわけですから。そういうことですよ。in you っていう、in me っていうことは。これは、キリストを我が主として信じて、心を開いて、このお方を内側に受け取るということと似ているんですよ。救いということと。その時に、心を開いて、第三者としてなくて私のうちにこのお方をお迎えするとき、受け止めるときに
in me。 この方が私の内側に実際に来られるって言うんですよ。もはやウェアラブルクライストじゃないんです。キリストは取ったり外したりとか、日曜日だけはキリストだけど月曜からそういうレベルではないんですね。服着替えたりする、そういうものではないんです。内側ですから。でも内側に来られたら、主は再び私たちから離れたり、私たちが失ったりすることはないわけですよ。心臓いつもありますでしょ。意識しなくてもここに命を与えてるじゃないですか。それと同じように心を開いてキリストが来たら、永遠の命を、キリストの愛を、慰めを、励ましを、常に内側から私たちに与えてくださる。これがキリストと一つになるという救い信仰なんですね。ですからもはやなんかウィズ、外の外部の第三者としてではない、当然宗教とか道徳とか思想としてではなくて、私の一部として、いいえ、私の命、私の全てとして、だって一体になるわけですから。だからパウロは言ったわけですよ。私にとって生きることはキリストって。不思議な言葉でしょ。私は生きること、キリストのために生きるなんて言ってないんです。ために生きるって言ったらなんか外側じゃないですか。いや、内なんですよ。もう生きることはもう私にとってキリストなんだって。キリストはもはや身につける飾りや十字架のように、ウェアラブルデバイスのようにではなく、人生命のペースメーカーをこの体に埋め込むということなんです。キリストを信じるということは、そして心臓移植のように手術台の上に、もうね、心開いて、あなたのうちにキリストを、キリストの命を、愛と慰めをインプラント、トランスプラントして、今日よりこのお方と共に生きる。これが誠の信仰。これこそが心の個人からの永遠の解放、卒業なのであります。それはこれからの人生何があってもいろんなことありますよ。クリスチャンになったっていろんなこと、いや、むしろクリスチャンになったからのが多いでありましょう。でもね、何があっても、何を失っても、私のうちに来られ、私のうちに住まわれるキリストを失うことはないんです。希望を失うことはないんですよ。この永遠の喜び、感謝を失うことはないんです。そしてこの方がその問題や試練やいろんなところにあっても、内側から私に語り、励まし、助け、慰め、この方と一つ共に生きることになる。だから生きることはキリストなるわけであります。それはね、これからの人生、このお方がうちに来られたら何があっても恐れる必要ないんです。病も死もサタンや悪しき者も何一つ恐れることないんです。裁きも恐れ強いキリストの愛に包まれて抱かれて、私たちはこの人生を終えて天に帰っていくのでありますね。これこそがグロリアドミネデウス、これラテン語ですね。グロリア、栄光あるように、ドミネ、主、私を治める主、デウス、神なるお方、このお方が私のすべてである、生涯である、このお方を今日インプラントすることです。このお方と共に生きることです。皆さんのお手元の手法、ここに書かれている御言葉はヨシュア書一章九節、今年神が私たちの教会に与えてくださった言葉です。すなわちあなたに与えてくださった言葉です。ご一緒したいと思います。主があなたに語っておられます。ご一緒しましょう。強くあれからですね。はい、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、
あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。アーメン、ハレルヤ。この約束をつかむのです。この神の約束をあなたの心魂のうちにインプラントすることであります。実はですね、聖書にも神に出会った多くの孤児が出てくるんですね。その代表は皆さん誰か思い浮かびます？代表といったら私はこの人かなと思うんですけど、それは旧約聖書です。民を滅びから救った、歴史を変えた10代の若き美しい女性ですよ。ユダヤ人であった、囚われた捕囚の身であるユダヤ人でありながら、ペルシャ王妃、時を支配したペルシャ王妃と選ばれたあのエステルですよ。エステルとはペルシャ語で夜に輝く星ですよ。まさしく彼女の人生は闇のような人生でしたけど、でもキリストにあって彼女は輝いたんです。暗ければ暗くほど星は美しいものでありましょう。そしてその名の通り、何千年経っても今も私たちに尽きることのない光、主にある希望を届けてくれているのであります。最近ではですね、5月の大和剣道、大和カルバリーチャペルの剣道礼拝、来られましたマレーシア総合大学ライフカレッジ、およびヒズチャーチの牧師レイモンド・ムイ先生でありますよね。実はですね、5月の聖会、何人もの皆さん来てくださいましたが、素晴らしいメッセージですね。魂を追い求める、宣教のスピリットに満ちた神の器でありますね。アジアからこのような器がね、今まではなんかこう、欧米ばかりだったような気がしますけど、嬉しいじゃないですか。実はですね、その聖会後、まあですね、まあ、特別にですね、大川先生のご配慮であるんですが、特別にですね、先生に一対一で手を置いて、まあ、安守の祈りを祈ってくださったのですね、熱心に。するとですね、このとってもあったかいものがこう伝わってくるんです。なんとなくわかりますでしょ、この笑顔を見ていればね。その時思ったんです。あ、この神の器は愛と憐れみの器だって思ったんです。そうなんですよ、先生も孤児です。私祈っていただいた時にですね、あ、同じだと思ったんですね。以前カナダで本当に私が行き詰まった時に、あのトロントエアポートフェロシップのジョン・アーノットという先生が熱心に手を置いてですね、私の頭を抱きかかえるようにして祈ってくれた。あの時伝わってきたあったかいものと同じだって、あ、これはイエス様のご愛だって、そう感じたのですね。主は実際の孤児であろうが、霊的な心の孤児であろうが、痛み、悲しみ、苦しみ、打ちひしがれるものをこよなく愛し、助け、守り、導いてくださるお方であります。孤児であって大いなる働きした人は聖書だけではない、世界にも多くいます。いや、孤児であったからこそ、不思議ですね、きっとそうだと思います。孤児であったからこそ神の愛と恵みを知った人で世界は満ち溢れています。世界平和に貢献した、最も貢献したファーストレイディー、まあ、アメリカ大統領夫人といえばエレノア・ルーズベルト大統領夫人でありましょう。まあ、夫のフランクリンも立派だと言われるゆえんでもありましょう。まあ、第二次世界大戦中、私たち日系人、日本人ですね、北米にいる、強制、全部奪われて、収容所に、強制収容所に収監されましたが、これに大反対したのが
エレノア・ルーズベルト夫人です。南アフリカ共和国のネルソン・マンデラ大統領、覚えておられますでしょう。彼も孤児です。ノーベル平和賞を受賞しています。まあ、ちょっと問題もあったんですが、ビル・クリントン大統領もそうです。そしてあのアップルで有名なスティーブ・ジョブズも孤児です。今大谷の話題でもう日本だけでない世界中大騒ぎですけども、比較されるあるいはもう超えたと言われるベーブ・ルース、野球の神様なんて言われたりするじゃないですか。憧れの人物でありましょう。ベーブ・ルースは7歳の時、孤児院の育ての親、バウトラー神父によって信仰と野球を教わった人物ですよ。孤児院出身です。大谷選手も野球だけではなくこのベーブ・ルースの信仰も超えてほしいとそう願うところでありますよね。またあのアメリカに有名なタイムマガジンというのがありますよね。日本にもありますかね。タイムマガジンがですね、以前20世紀で最も人類に良い影響を与えた100人という、そういうこの号があったんですね。その20世紀で人類の幸せ、幸福に貢献した100人の一人に選ばれた人でありますが、ニューヨークメトロワールドチャイルドの牧師ビル・ウィルソン氏、この方です。2万人の子供が集う世界最大教会学校、2万人の子供たちも、うちは柴田家4人でもあれだけてんてこまいしたのにって思うんですけども、2万人の子供たちをニューヨークのそのスラムで集めて、キリストの愛を、また食べ物、安全に泊まれる場所を提供している牧師であります。彼もヤマトカルバリチャペルに来ました。私も聞きました。心熱くなりました。世界を変えた100人の一人です。キリストにあって。このウィルソン氏は12歳の時、母親にニューヨークの街角でここで待っていなさいと言われて、そこで3日間飲まず食わずで母を待ち続けたんですが、母は戻ってこなかった。捨てられたんですね。その時の12歳の男の子のその心の悲しみ、痛みとは私たちには想像できませんでしょう。3日目、一人のクリスチャンが彼に声をかけ、家に招き食事を与え、そして孤児となった彼を我が子のように愛し育ててくれたんです。それがこの人物です。やがて主を知り大人となった彼は、母に実際に捨てられたその場所で、ニューヨークスラム街で孤児や貧しい子を集めて教会を開いたのです。それが彼の生涯のミニストリー。そこに集う子供の数2万人、2万人のウィルソン、男の子、女の子、救った人物であります。母にさえ、こう、彼はこう言っています。母にさえ捨てられた孤児の私にさえ目を留め、声をかけ、そんな私を愛し家族として迎えてくれた方があったって。そして捨てられたものを孤児とはしない。私はあなたに帰ってくると約束されたキリストに出会った。今日の箇所ですよね。故に今日私はここに生きているって。そして今私はそんな私を必要とする誰かのために、2万人のウィルソンボーイ・ガールズのために私は
生きるって。なんて素晴らしいことでしょう。私はあなたを捨てて孤児とはしない。私はあなたのもとに帰ってくる。この方を今日、あなたも心の扉を開いて、あなたの内側にお迎えなされますように。最後に、以前牧師をしていましたカナダバンクーバーでの思い出、話して終えたいと思いますが、礼拝が始まってその日、しばらくしてから日本人らしい見たことのない一人の青年が入ってきて、そっと後ろの方の席に座りました。こちらの方でしたね。今でもよく覚えています。やがて礼拝が終わっても彼は動こうとせず、座ったままうつむいていました。祈っているのかなとも思ったんですが、ご挨拶をと彼のそばに近づいてみると、彼の肩が小刻みに震えているのが見えました。そして涙が。これは後に彼が私に話してくれたことでありますが、先生、私はこのことを誰にも話したことはないし、知られたくもありませんでした。私は小さい頃、両親に捨てられ、孤児院で育ちました。長い孤児院生活はまるで私自身が犯した罪で、その罪のゆえに監獄に囚われているようで、それは辛く悲しいことばかりでした。でもいつか大人になってここを出て、私のことを誰も知らない社会に出たら、新しい人生を、私の人生をスタートできると、ただそれだけ、ただ耐えて生きてきましたって。ところが社会に出て仕事をするようになっても何も変わらなかったって。自分は誰にも必要とされない。役に立たない存在なんだと。だから私は親にさえ捨てられたんだって。私は悩んだ末、自分の過去も生い立ちも、誰一人知らない世界に、遠い外国に行こうと思って、日本から逃げるようにカナダ行きの飛行機に乗ったんです。これでもう、過去の自分に永遠に別れを告げられると思ったんです。でもその飛行機の中で、一人のクリスチャンの方、女性が、隣に座って、挨拶し、声をかけてくれた。この方が、そのバンクーバーの教会の若い姉妹だったんです。そして、一枚の教会案内を手渡してくれたって。だから皆さん、教会案内いつも持っていてください。生涯で初めての外国の地で言葉が全く通じない、買っても全くわからない、知っている人も頼る人も誰もいない、また一人ぼっち。そこで、ここで何をして生きたらいいのか、どうやって仕事を見つけるのか、そんな現実に直面し、あ、そうだ、とりあえず誘われたこの日本人教会に行ってみよう。そしたら少なくとも言葉は通じるし、そう思い、あの日曜日、生涯初めて教会に来たんです。座ると、牧師先生、私のことですね。聖書からメッセージをしていた。自分には関係ないと思っていた耳に、突然聖書の言葉が飛び込んできて、愕然として体が震えたって。その日私がメッセージしていた聖書の箇所が今日の箇所です。私はあなたを捨てて孤児とはしない。私はあなたのもとに帰ってくるって。生涯で初めて訪れた教会、初めての礼拝、初めて聞いた聖書の言葉。遠く遠く誰も知らない地で、
聞いたこの神の言葉、なんという偶然と思われる方あります？とんでもありません。神は生きておられ、あなたのことをよく知っておられるということです。あなたを見捨ててないということです。誰一人私のことを知らないはずなのに、キリストは私のことを、この私の涙も私の叫びも知っていて、なんとここで私を待っていたんだって、私はあなたを孤児とはしないと。そして彼は逃げるように渡ってきたカナの地で、決して再び彼を離れることも、置き去ることも、捨て去ることもない、彼の主イエス・キリストに出会い、この方を心の内側に迎え、洗礼を受けました。まさにビル・ウィルソン牧師のように、自ら受けた神の愛と恵みを今度は多くの人に届ける主の器、礼拝奏楽ピアニストとして、彼も音楽家でした、調律師でもありました。彼の過去、心の孤児院を後にし、新しい人生を歩み始めたんです。たびたびその後、彼や教会のみんなといったバンクーバーの中華料理店やベトナム料理店、今でも懐かしく感動のこう込み上げてくるものとともに思い出すのであります。ある時、彼がコーヒーを前にしてこんなことを言った。先生、コーヒーを飲むときは砂糖が先ですよ、クリームが後ですよ。クリーム先に入れたらコーヒーが冷めて溶けにくくなりますよ、砂糖が。思い出したんです、数日前に。あの彼の笑顔の絶えない日々は懐かしい。神が成してくださったことです。そうです、主はあなたを知り、あなたを愛し、今日もあなたを待っています。私の目には、人の目にはどうであっても、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私はあなたを決して孤児とはしない、私はあなたのところに帰ってくると。あなたにとっても今日この日は偶然ではありません。今日あなたがこのお方のもとに、あなたも帰ってくる日、帰ってくる時なのであります。グローリア、ドミネデウス、主なる神に栄光がありますように。一つ追伸です。 YC カウンター、この後素敵なコーヒーカウンターがこの教会チャペルオープンされますが、まあ、今日は久しぶりにコーヒーにまず砂糖、それからクリーム、その順で主の冷めない愛を、変わらない恵みを、今日は今度は皆様と一緒に味わいたい、そう願うものであります。ハレルヤ、主を感謝します。アーメン。お祈りします。愛する神様、あなたのご愛のゆえに、神様、今日私をもう一度得ることができますように、取り戻してくださった、あなたが取り戻してくださったこの人生を歩むものとさせてください。グローリア、ドミネデウス、我が主なる神に栄光はありますよ、尊き主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。しばらく声を出して、小さな声を出して祈りを主に捧げようではありませんか。アーメン。愛する神様、
一度ご起立くださいまして、驚くばかりの Amazing Grace、 日本語と英語で賛美しましょう。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れるわ。Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. おぎこい願くは、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わりが、我ら一同と共に、常に限りなくあらんことを。アーメン。アメン。どうぞご着席ください、第一礼拝、多くの方々と共にまたね、と通し、日本やまた世界の皆さんとご一緒に礼拝できましたことを、心から感謝いたします。お手元にありますプログラム集報、ホームページの方にも上がっておりますが、ご覧いただければと思います。カモイニュースですね、今日のゲスト、お名前お写真も入っておりますので、島崎さん、井口さん、そして、西先生のためにも、そして、ミントのために、続けてお祈りいただきたいと思います。もう素晴らしかったですね、今日ね、皆さんね、いや本当に一曲で欲しいなと、そう思います。だったら説教短くしてね、もっとお願いすればいいのにと思った方もいるかもしれませんけどごめんなさい。ウェルカムホーム、まあ、私たちのキャッチフレーズですね。本日の YC カフェ、この後オープンです。お砂糖、クリームも今日はいいかもしれません。豆ブルーマウンテンですね、コーヒーは、ティーはアッサムティーとなっております。ゲストの方、初めて来られた方、誘われたお友達、無料ですので遠慮なく、いただいてください。予告になりますが、来週ですね、コーヒーカウンターがかき氷カウンターになるんですかね、マル秘になってますけどね、まあね、暑いのが早いですよね、今年も。ですから、まず来週涼しくして夏をスタートしようということでありましょうか。かき氷ですね、ちょっとそんじょそこらのかき氷ではありませんね、去年もありましたのでですね、もうちょっと特別なおしゃれな、マル秘だから言わない方がいいのかな、ね、でも私も知らないんだ実は、じゃないかと思っておりますのでご期待ください。リビングライフの7月号ですね、
素敵な表紙でありますね、届いておりますので、どうぞどなたも毎日ね、御言葉に養われてください。亡くなる前にお早めにお買い求めください。今週の木曜日じゃない、先週ですね、の木曜日に、皆さん、週報の中に入っておりましたかね、まあ、月1回のペースですけども、このタウンニュースと、これなんでタウンニュースが入ってるのかなって不思議に思う方もいるけど、ここを読んでいただきたいからですね、心のエステって、まあ、教会の写真ありますから、かになりますね。そしてね、これをぜひね、用いてください。これ父の日についても書いてますので、父の日のプレゼントと一緒にお父さんに渡すのもよろしいでしょうね。まだたくさんありますので、どうぞお持ちくださって、ぜひね、お持ちくださって、教会にも誘っていただければと思います。赤十字献金当教会、行っておりませんが、感謝あふれる教会です。イエス様に対する感謝、毎週入り口の木の献金箱ありますので、そちらの方に、お捧げくださればと、そう思います。今週の今日および今週の集会ミーティングアクティビティですね、キッズチャーチ5階で終了しております。本日11時45分から教会羊飼い、羊の会ですね、これはね、そして木曜日、今週祈祷会はオープン祈祷会木曜日となっております。10時半ですね、アクティビティは火曜日10時、子育て広場プレイルーム5階ですね。もうおもちゃが、また新しいおもちゃ入りましたので、数日前もですね、また皆さんですね、汚いとか壊れてるの困るんですけど、なんかこう良いおもちゃとかですね、子どもたちが喜びそうなものあったらですね、検品を検討いたしますので、持ってこられる前にちょっとまず写真かなんか見せていただければなと、そう思います。よろしくお願いします。もう子どもたちがですね、帰るときに泣くんですよ。帰りたくないって言って、素晴らしい教会ですね。礼拝もそうなったら本物ですね土曜日ですね、いつものように礼拝堂お掃除、まあ、手話の賛美もね、一曲ですけどやっておりますのでですね、手話興味のある方、これ、いいですね。ご協力くださっている方、心から感謝いたしたいと思います。それからですね、もう一点、今週の土曜日になりますが、神奈川県逗子市ですね、逗子の文化プラザホールで、オペレッタコウモリというこの公演が、まあ、これちょっと3000円ではありますが、このミントフレーバーズのメンバー2人、お二人でしたかね、ご出席、出演されますのでですね、逗子、ご興味のある方は、このような案内もありますので、ぜひ土曜日午後2時半でしたかな、あ、2時ですね、ごめんなさい、2時、となっておりますので、よろしくお願いいたします。よろしかったでしょうかね、大丈夫ですか。はい、それではですね、最後にもう一度、今日はもう今日からでありますけど、ミントの皆さんがですね、こうして次々と、もう皆さんもびっくりですよね、毎月ですから、第二章覚えててくださいね、素晴らしい賛美を届けてくださいました。西先生含めお二人お立ちいただけますでしょうか。大きな感謝送りたいと思います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、最後にイエス様に大きな拍手、イエス様感謝します。